皆様こんにちは、ペルシアンと申します。今回はですね、ピリ辛チャーハンを作りました。これですね、人参とニンニクとネギをちょっと加えて、でポイントは普通チャーハンと言ったら溶き卵にするんですが、溶き卵をしないことによって、黄身と白身が残るという戦法でやりました。でこちらがですね、コーラの、焼酎のね、コーラ割りでございます。これでね、食べて、明日の英気を備えたいと思っております。私ね、あとですね、私からね、個人的なお知らせがございます。この度ね、ペルシアンチャンネルは、450人を達成いたしました。本当にありがとうございます。ね、次は500人を達成したら、動画上げます、ね、私も一生懸命ね頑張りたいと思っております。以上でございます、ね、9月なんでまだ暑いですがね、暑いかどうかも、過ぎたか分かりませんがね、明日もねお仕事なさってる方は頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。短い動画ですがチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。